出会うか出会わないか、恋なんてそんなもんだろうな。お前らだって同窓会で再会してなきゃ付き合ってなかったんだろ。人生ってタイミングだよな。人生設計とかするだけ無駄だろ。若い頃思い描いてた未来とは全然違うしさ。そうだよな。ああ、自分じゃどうしようもないことばっかりだ。あれ、説教じじい顔しないのか。俺だって人生に迷える子羊だよ。それこそヴィンセントだろ。浮気2回目って完全迷子だな。そもそも浮気とか似合わねえんだよ。俺だって信じらんねえよ。ま、誰がどんな恋愛しようが自由っちゃ自由だが、お前はチェックメイトってわけか。長く付き合ってきたし潮時じゃね。いや、子供とかめでたいっすね。お祝いに今日もパーッと行きましょう。まだ決まってねえって。カモって言ってたし。カモにしたってよっぽど確定してなきゃ言わねえよ。男として責任取んだろ。いや待てってジョニー。つうか何を悩んでんすか。俺なんか早く結婚したいのに。なんならうちの親に会って結婚した頃の話とか聞いてみます。てめえは帰ってコーヒー牛乳でも飲んで寝ろ。ああまたそういうこと言う。You got a mail。 なんすかね。ま、俺はエリカさん一筋ですけど。聞いてねえよ。ところで先輩、一般募集始まんすよね、青函旅行の。ああ5万ドルとか予想超えすぎだっつうの。今の給料じゃ頭金持ってねえ。そんな君にいい話があるんだがね。お前の儲け話に乗るぐらいなら宝くじ買うよ。それでもお前は俺なんかより全然いいやつだよ、ジョニー。いいやつっていうか、ほっとけない感じだよな、お前って。ダメなとこ丸出しだからか。丸出しじゃねえよ。ちょい出しならいいのかよ。あれ電話か。もしもし。わ、その声って何よ。あ、そうだ、昼間町のカフェにいなかった。ヴィンセントん家から結構近いところさ。え、いないいない、いるわけない、人違いでしょ。本当、なんかヴィンセントに似た感じの後ろ姿見たような気がしたんだよね。え、いや知らないって。あったっけ、うちの近くにカフェなんて。カフェくらいどこにでもあるでしょうが。焦げてるし、また後でね。後って、ちょ、何なんだよ。でもまあ牛乳は何入れてもうまいか。よし撤回するぞトビー君。俺だってちゃんと大人の男なんすよ。リンちゃんってピアノさえ上手ければもっと売れっ子になれると思うんすよね。まあ、あの演奏もちょっと癖になってきたんすけど。トイレ空いてっかな。そういえばジョニー先輩って彼女さんの話あんましないっすよね。今の彼女とは結婚する気がないとか言ってたよな。ジョニー先輩って仕事きっちりだからプライベートもてっきり。学生の時は気のない女とは絶対に付き合わない主義だったけどな。女たちからディフェンス硬すぎって言われててさ。探り入れとけよトビ。無茶言わないでくださいよ。
ニアミス、ギリすぎんだろ。ドッキリかよ。もし妊娠してたなら、やっぱり結婚ってことになるよな。突然ですが、グラスの空いたあなたにカクテルの豆知識を一つ。ロングドリンクとショートドリンク、カクテルには対照的な2つの分類があります。ショートドリンクはアルコール度数が高く量は少なめ、そして冷たいうちに飲み干してもらうため小ぶりのカクテルグラスに入っています。一方ロングドリンクは時間をかけてのんびりと飲むことを前提としたカクテル。ショートに比べて量が多く縦長のグラスを使います。飲みながらじっくり語り合いたいのかさっと済ませたいのかで選べるといいですね。以上今夜のカクテル豆知識でした。もうからか。おいエリカ、注文。何飲むの？ラムコークな。日本酒頼む。俺ビールっす。ビール。オッケー、待ってて。お待たせ。やっぱあんたらとしては呪いの最新ネタ聞きたいでしょ。いらねえ。お前の情報嘘 100% じゃねえか。あら、真実は自分で見つけるものよ。楽しみだね。今夜あんたは裁かれるんだ。審問法廷という名の舞台でね。幻覚。最近店の料理の質が上がったと思わない？たまにまずいやつ出てくるのお前作ってるだろ。ダメな自覚はあるからいいの。でね、少し前にいいお店を見つけたのよ。ちょっと個性的だけど腕は抜群の料理人がいて、せっかくだからそのお店から一部仕入れるようにしたの。食べたい時に温めるだけで OK。 前までは店長が作ってたんだけど、よく腰やっちゃうから。へえ、今度は気にして食ってみるよ。自分のこと忘れちまって不安だったりしないのか？そういう時もあるかな。でもこうやってピアノを弾いてると気持ちが楽になるんです。そっか、ならいいんだ。実は俺もさ、最近すげえ大事なことを忘れてる気がすんだよ。思い出さなくてもいいことってあるのかもしれませんね。もしかしたら自分も。リン、家族を養うとか大丈夫なわけないよな。あの子もリンもキャサリンってこの名前に呪われてんのか。あれ、帰るの？てか一人で大丈夫？なんか顔色やばそうだよ。今日はもう帰って家で一人で飲み直すよ。逃げてちゃダメなこともあるけどさ、忘れた方がいいこともあるって。サンキュー。エリカこそあんま無理すんなよ。お互い若くねえんだからさ。ちょっと
嘘冗談だって。じゃあまたな。裁きを下される運命、特に罪を重ねたあんたに救いはなさそうだ。このステージでは思考力が試される。石の連結の特徴を最大限に生かして立ちふさがる壁を越えていこう。でも困った時はアンドゥすると良いかもしれません。よし
よし、ゲット。アンドゥーで巻き戻すのも手ですよ。よし、ゲット。せーの、よし。ここを登り切るとはね。こんな夢見るようになっちまうとは。警察も因果な商売だぜ。せめて起きても覚えていられりゃな。警察？ん？お前さんの声なんか聞いたことあんな。俺のことわかるかい？どうだろうな。羊にわかるかって言われてもだよな。お前さんの余裕っぷり見てると俺も自分のことだけでひいこら言ってらんねえな。よし、ちょっと他のやつらとも話してみるか。ヴィンセントさん、今日も来てくれてよかった。なんとか登ってこれたぜ。昨日励ましてもらっておかげだな。あれ、何かしましたっけ？部屋で言ってくれたろ。自分のことを決めつけるなんて誰にもできないって。結局俺も自分で自分の可能性を狭めてただけかもって思ってな。だったらやるだけやってやるって吹っ切れたんだ。他の羊たちもみんなまとめて生き残ってみせるぜ。ヴィンセントさんのそういうところ素敵だと思います。あの、これからもそばで応援していいですか？ん？ああ、頼むぜ。取り戻してやる。どうも。頂上へ着けば真の自由が手に入る。あなたも聞きましたか？不思議ですね。似たような話を聞いたことがありますよ。生き残った男は望みが叶うという。ナンセンスなおとぎ話ですが。なの出ましょう。期待する分裏切られた時の落胆でかいっすよ。デマに振り回されて必死とか脱線し。よっ、会社の若い子に手出すからこんな目に遭うんだね。あなた、奥さんは？夫の浮気をちっとも疑わない低粛な妻が一人ほど。罰当たりですね。浮気は男の解消だよ。優れたオスにはメスが寄ってくるのさ。性淘汰説を高らかに唱えるのは強い父親を持つ人に多いようですね。父親、あれは最低のクソ男さ。表向きは立派だったか知らんが、あんなやつ。あれ？すみません。よう、待ってたよ。え？俺を？あんたの登り、半端ねえもん。技の話してんだけど、あんたも加わってかない？そうだな。じゃ、俺がひらめいた技を教えるから聞けよ。切り出しについて説明をしよう。これは石を次々に引き出して目的地への足場として移動させる技だ。崩しても問題のない部分を見極めて石を引き出すことが大事だぞ。なかなかいいっしょこれ。ああ待てよ、それならこんなのも技になんない？切り渡しについて説明をしよう。切り出しと同じ要領で引き出した石を次々に流してみよう。足場が不安定な場所にたくさんの石を渡すことで安定した足場が築けるはずだ。おお、マジすげえ。やるね兄ちゃん。あなた着眼点がいいですね。どうも。取り戻してやる。
こんなこと、いつまで続ける気だ。文句はいいから、座ってよ。やあ、面白そうな子羊さん。ピアノ弾きとも仲良くやって満足かい？でもあれは果たして、あんたたちの味方なのかな？どういう意味だ？一人だけ人の姿で、壁を登りもせずに、まるで羊たちを監視しているみたいじゃないか。適当言ってんじゃねえぞ。何を信じるかはあんたの自由さ。じゃあ聞こうか。可能性への第5問です。他人からどう思われているか気になりますか？選んだのはそっちか。なるほど、少しずつ分かってきたよ。さて、ここは4階層目だ。ここをもし越えられたら、いよいよ中間地点を過ぎることになる。やっとかよ。毎晩毎晩、ほんと勘弁してくれよ。クソ。仕方ないさ、これは罰なんだ。でも少し同情するよ。あんたをここに落とした奴は、今でもそ知らぬ顔であんたに接している。影ではほくそ笑みながらね。何が言いたい？さあ、そろそろ行くよ。ここが今夜の最終エリアだ。長く険しい壁が待ち構えている。焦らず着実に一歩ずつ進んでいこう。Do not die. Yes. Edge. 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 Yes, get it. Edge. 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 よし、ゲット。よっ、よし。よし、よし、ゲット。と、使っちまえ。へ、あれ。よし、ゲット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 。エッジ。はっ。エッジ。と。よし、ゲット。エッジ。と。と。と。エッジ。はっ。よし、ゲット。エッジ。エッジ。はっ。よし。とても可能し。ゲット。フッ。エッジ。よし。金だ。もうすぐってこったな。エッジ。よっ。よし。よし、ゲット。フッ。エッジ。エッジ。エッジ。よっ。はっ。エッジ。よし。フッ。よし、ゲット。よし、ゲット。ふっ。よし。よっ。はっ。よっ。着いた。よっしゃー。
よし、着いたぞ。またかよ。今夜も勝ちだ。おめでとう、完璧じゃないか。これで第4階層神門法廷は終わりだ。じゃあ改めてあんたの過去を審議しよう。ここまで来たんだ。なかなか興味深いね。こうなるとあんたという人間をより深く知りたくなってきたよ。せっかくだから人には見せられない思い出ってやつも掘り起こしてみようか。例えばあんたたちに初めて愛が芽生えた日のこととかね。こんなうまいもん食えるなんて同窓会で相談に乗った甲斐あったよ。いつも愚痴聞いてもらってるお礼。そろそろ帰らない。私ってそんなに魅力ないかな。え？キャサリン。何か言うことは？すごく綺麗だ。ういういしい二人じゃないか。なのにどうしてこうも違ってしまったんだろうね。その答えをあんたはすでに持っているんじゃないか。ねえ、話って何？なんで君が。もう大丈夫？飲みすぎなんじゃない？人のこと呼び出しといて勝手に忘れてるしさ。え、嘘だろ。だって俺昨日はどうしたの？なんか変だよ。変？俺が？つーか俺なんで君との時間がよく思い出せねえんだろう。なんか肝心なとこが抜けてて。私はよく覚えてるけど。いや、あの、なんでだ変なの。ああ、もう、あのピアノうっさいな。そう聞いてると頭痛くなんの。ねえ、この長いの何？まさかキャサリンの？どうする？いい加減正直に。いや、こんな状況で打ち明けるとか無理だろ。それ俺の毛なんだよね。多分胸から生えてたんじゃないかな。胸？マジに？ほら、あれだ、体から白くて長い毛が生えるって聞いたことあるだろ。縁起がいいとか。でもこれすんげー長いし。育てたんだよ。やっと自然に抜けたか。あー、よかったな。自然に抜けないと縁起が悪いんだぜ。そうなの。私以外に女がいるとかじゃないよね。なんでだってもしそうだったら私ここで死ぬから。死ぬとかそういう冗談やめてよ。じゃあ私が殺すことにする。死なれるのと殺されるのどっちが好き？しょうがないな。5秒だけ待ってあげる。
ちゃんと答えなかったら殺すからね。1、2、3、4。つか何ふざけんのやめなって。5。他に女なんかいるわけないだろ。考えすぎなんだよ。本当に本当？いや本当だって。じゃあそういうことにしといてあげる。助かったよ。この子たまにこういうとこあってって怖いな。そのうちマジで刃物出したりしないだろうな。いやそのうちじゃねえって。関係早くなんとかしねえと。今までのことは気にしないよ。何も聞かないでいてあげる。でもこれからは浮気したら怒っちゃうからね。いやそのあのなんていうか。いった。ああ、出なくていいでしょ。いやちょっと待って。何なの？開けなさいよ。ちょっと待って。誰？大家来ちゃってさ、鍵勝手に開けられちゃって。大家？ええ、家賃忘れたせいだな。金が絡むとな。独走。あ、トイレ借りるね。ちょっと何グズグズしてんの。静かにしてください。は？会社の先輩来てんだよ。え、本当？だから今日はまずいっていうか。挨拶した方がいいかな。いや、起こすと超機嫌悪いからさ、奥で寝てんだよ。そうなんだ。それじゃ あれ寝てんじゃん。早く外に。ちょっと、ごめん、本当ごめんな。あの悪臭から君を守らなきゃってさ。はあ、最悪なんだ先輩の。しかも飲んだ翌朝だし。やだ、マジ間に合ってよかった。大して親しくもないのにさ、酔った勢いで強引に止めろって。ま、仕方ないじゃない。職場の先輩じゃさ。てか仕事大変そうだったからちょっと心配で来てみただけ。ありがとう。仕事終わったら埋め合わせするから。あ、これ差し入れ。新しい店のやつ。はい。じゃ帰る。それとね、やっぱりできてたから。それ話そうと思って。マジっすか。つうか本題それか。そろそろ覚悟決めないとまずいよな。ああそっか、よかったよ本当に。じゃあね。あ、あら。ああ最近越してきてさ、ほらエリカんとこのバーでピアノ弾いてんだ。あ、かわいい子ね。うん、え？じゃ、はあ、親に挨拶する日取りとか決めないとね。あ、それと子供の名前か。これはまだちょっと気が早いかな。詳しいことは後でメールする。じゃあ忙しいから切るね。一件です。親に挨拶って
このままどんどん外堀埋まってくのか。You got a mail. わっ、ったく、なんつう格好してんだ。いかん、釘付けになっちまった。覚悟決めなきゃって時に何ムラムラしてんだ。てかこんなん見つかったらシャレになんねえぞ。早いとこは何とかしねえと、この先考えるとこじゃん。けどなんつうか、何者だよこの子。今のネタ分かった？ちなみに今のは…うせよ、いいから髪起こせ。かわいそうだろうが。お前こそブツブツうるせえっての、集中できないだろうが。しかし…このポーズ…ポーズ？お前…さっきから何見てんだよ。おい見せろ。やべえ、何考えてんだ俺。やっぱもうこれ以上絶対ダメだ。やめろって返しとかねえと。その画像を勝手に消すなよ。で結局未だ二股続行中ってわけ。二股とか言うなよ。好きでやったみたいだろうが。けど妊娠確定ってんじゃ覚悟を決めるしかないな。こいつ一言と思いやがって。な、ヴィンセント、人生には常に新しさと刺激が必要なもんさ。ちょうどこの次々回ってくるサビの効いた握りみたいなさ。別にうまくねえよ。覚悟の決め方にもいろいろあるっつってんだよ。まあな。キャサリンだってんな調子のお前よりシングルマザーが幸せかもよ。適当言うなっつろ。んなこと彼女が望むかよ。なんだよ、どうしたいんだよ。頭の中では決めたのに気持ちが追いつかねえんだよ。だったらなおさら気ぃつけろよ。バレたらもう事故じゃ済まねえぞ。分かってるよ。事故なんだか増えてきたな。隣のジジイまで行っちまったわ。ねえ驚いたわ。けどあの人いろいろ派手すぎだったから。遊びが過ぎたんだろうよ。にしてもひどい死に顔だった。やっぱりあれかしら、最近ニュースでやってる。はあ、とにかくな、マグロを食え。貧血に効くらしいぜ。ん？顔色悪すぎんだろ。ああ、店後で行くのか？ん？ああ、多分な。悪い、俺今日パスだ。クソ残業でな。けどま、飲んで忘れるしかねえだろう。ああ、そうだよな。えったクソなの聞かせてんじゃねえよ。あー耳が腐る。どれより俺の席で相手しろ。すみません、今演奏の途中なので。あお前も俺に立てつくのか。世の中の女どもは俺に従って生きてりゃいいんだ。あの人がどう生きるべきかってあなたが決めることなんでしょうか。なんだお前は。まったく、どいつもこいつも。おい、そんぐらいにしとけって。ん？何があったか知んねえけどさ、この子に当たるのは違うだろう。だいたいさ、自分好みに相手を従わせるなんて無茶だぜ。お前が何言ってんだって話だけどさ、何か変えるならまず自分が。ん？って聞いてねえのかよ。大丈夫だったか、リン。はい、ありがとうございます。ああいうのは相手にするな。にしてもリンって時々すごいことを言うよな。違う角度から見てるっつうか悟ってるみたいな。そうですか。ヴィンセントさんの方がすごいと思いますけど、落ち込んでる人を勇気づけたり。そんなことしたか。どっちかってどうけなされてばっかなような。
でも、そう言ってくれるリンには本当救われ…なんだ今の、もしかして俺とっかけてリンと、ダメだ、わかんねえ。ヴィンセントさん、また待ってますから必ず来てくださいね。あ、おう、ちゃんと明日も店には来るって。ピンの前ではカッコつけちまったけど、一番どうにもなってねえのは俺自身だろう。